丸い段ボールを使ったブンブンゴマの作り方です。段ボールの中心を調べるために1枚こんな風に剥ぎ取ります。半分に折って直径の部分に印を入れます。もう半分に折ってその交わっているところを見つけます。わかりやすいように線を引いてみます。直径と直径が交わったところが中心です。中心から5ミリほど離れたところに点を打ちます。これをきれいな段ボールの丸に重ねて目打ちなどで穴を開けます。紐が通しやすいように穴は大きく開けておいてください。この時手を刺さないように気をつけましょう。糸の長さは120センチから130センチぐらいです。タコ糸かナイロンコードのような丈夫なものを使ってください。端がほつれていると後で糸を通しにくいので液体糊やボンドを使って固めておきましょう。段ボールに色を塗ったり絵を描いたりしたら周りをマスキングテープで貼ります。ちょうど真ん中に当たるようにして少しずつ貼り付けながら巻きつけていきます。この部分は少し難しいので大人が手伝ってあげるといいでしょう。巻き終わりをカットして貼り付けます。ダッフルコート用のトグルボタンを持ち手にします。先ほどの紐の先を通していきます。まずボタンに、次にブンブンゴマ本体に、最後にもう一つのトグルボタンに。先を合わせて結びます。この結び目をボタン穴のところに入れておくと邪魔になりません。これで完成です。片付けるときはボタンを片方に寄せてそこにくるくると糸を巻きつけていきます。最後はぎゅっと挟みつけるようにして巻きつけます。こうすればたくさん箱の中に入れても糸が絡み合うことがありません。使うときはこの糸をくるくると外して
糸の真ん中にブンブンゴマが来るように持ちます。くるくると回したら横に引っ張ります。引っ張ったらすぐ緩めるとよく回ります。丸いので角が当たらず安全です。回る時の音は四角いものよりは少し小さめです。なかなか回らない子供には回して縮めたところを手渡します。ボタンのところを押さえるようにしてもらったら引っ張るだけですぐ回せるようになります。二人で持って回す友達回しなども工夫してみると楽しいです。使い終わったら糸のよりを戻します。ボタンを片方の端に寄せてくるくると巻きつけ、最後の端をぎゅっと入れ込んでまとめてしまっておきましょう。ボタンをつけて持ち手にすることで手が痛くならず、片付けるときにも糸が絡み合いません。たくさん作ってみんなでワイワイ遊んでみてください。